うちの会社にラベルという中国人男性がいた。中国の大学を卒業して22歳で、都に、地後、そのままうちの会社に就寝。我が社初の外人採用者。すごく勉強熱心で、性格は穏やか、そして年相応にスケベだった。中国もいつかは民主制になります。そのためにも自分は頑張ってます、と飲みの時に語ったのが印象的だった。先月末、そんな彼が定時後に突然部長へ辞表を提出した。どうやら中国の新聞では大震災の報道がすごいらしく、あまりの惨状を見て両親が泣きながら帰ってこいと連絡してきたそうだ。そんなことはない、日本は大丈夫だと説得しようとはしたものの、そんなやり取りが毎晩10日近く行われたらしい。ただ彼がいる地方は儒教が盛んなので、家長である父親には逆らいづらいこと、さらには中国の一人っ子政策の影響で両親も我が子に何かあっては大変だと必死だったらしい。こんな大変な時に本当に申し訳ありませんとみんなの前で土下座を始めたので、慌てて土下座する必要はないと部長と自分が止めた。事情が事情なだけに社長も納得したのか、まずは給食を勧めたのだけど、いつ日本に戻ってこれるかわからない上に、経緯はどうあれ会社の仲間を裏切ることになるのだからと言ってこじ、今まで本当にありがとうございましたと言って去っていった。帰国当日は平日の早朝ということもあり、部長と相談して空港には自分だけ見送りに行った。本人には知らせていなかったので自分を見て驚いたみたいだった。みんなの寄せ書きを渡したら感極まったのか、涙をボロボロこぼして抱きついてきた。日本はすごい国です。今回の災害もきっと乗り越えると信じています。私も中国で復興の援助ができるように頑張ります、そう言い残し祖国へと帰っていった。携帯からこれを入力している際、窓から桜が見えた。そういえばラベルは花見が大好きだったので、写真でも送ってやろうかなと思う。いい話だけど会社に就寝はしない方がいいと思う。就職 ORZ、 まあ会社で就寝は何度もしたけど、ラベルは重度の時代劇オタクでな、水戸黄門や暴れん坊将軍、必殺仕事人は言うに及ばず八丁堀の7人や3人が行くの動画までコレクションしてたよ。どこで覚えたのかは知らないけど、地獄の三沢を見てネタが理解できてた。日本語の発音はうまくなかったけど、福建省の農家出身だし顔つきも日本人みたいだったから、もしかしたら漢民族ではなかったのかもしれない。